インスタでさ、やっぱ結構観光客の人来てくれるらしい。アメティが描いた紫陽花です。うわ、これ結構大変なんだね。手首めっちゃくるね。これ200円とかでさ、売ってるの。かわいい。いい感じじゃない？結構細めやから、何個かもう決め打ちで。はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日はですね、寺子屋でスタジオ撮影ということで、ちょっとアミティ先生、新プロジェクトを始めたいということで、今日はですね、それのクリエイティブ作りということで、スタジオ撮影をやっていきたいと思います。今ね、もうまさに撮影してくれてますね。で、この前ですね、寺子屋に外国人の方がですね、8名ぐらい遊びに来てくれて、でそこでなんか iPad で絵手紙の作り方をやろうみたいな感じで、こんな感じでね、可愛い絵手紙を作ってもらったんですけれども、もうめちゃくちゃすごい喜んでくれて、あ、これはちょっとなんかこういうのできるかもしれないと、やろうと いうことで、今それのウェブサイトを作るということで撮影をしているって感じです。で、今日はそのちょっと撮影の風景とかをね、みんなにも見てもらおうかなと思ってるんですけれども、撮影するにあたりですね、この前紹介したこれフィグマ見えますか？フィグマのこれフィグジャムっていう、フィグマのアプリの中の無限キャンバスみたいなアプリなんですけれども、これでなんかこんな感じでこういう写真撮りたいですよみたいな感じでみんなに共有してます。このね、フィグジャムいいですよ。めちゃくちゃおすすめ。私最近フィグマでウェブサイト作ったりとかしてるんですけど、そのフィグマのメモみたいな感じかな、メモが無限キャンバスですよみたいな感じです。詳しくはですね、こちらの動画で紹介してますので、よかったら見てください。で、今日はこれを見ながら撮影していきたいと思います。あー、すごい。少し寄せた。花札出せた方がいいね。めちゃくちゃうまくない？この習字。めちゃくちゃ上手じゃない？これ、すごいね。え、誰が書いたの？もりこちゃん？文字がうますぎるんですけど。こう、習字初段を持ってるスタッフが iPad メイトキッズの先生にいるっていうね。こんな感じで、ウェブサイト、これ PC のウェブサイトやとして、こう開けたらこれがまず出てくると。で、真ん中にロゴがね、出てくるって感じにしたくて、これが PC ビューね。で、これが、スマホビューですね。スマホのトップビュー。ここの周りに置くアイテムは、もうちょっとクリエイティブな感じですね。例えばこういう習字の筆だったりとか、こういうね、アムティ先生最近水墨画を習ってるんですよ。水墨がさ、このために習ってたんです。このためにこれを撮りたくて習ってたのね、ずっと。あとはこう iPad だね。iPad も水墨画ができるアプリがあって、そういうのがここにこう Apple Pencil とか iPad とかがここにこう出てくるみたいなね。京都のガラクタ屋さんみたいなのがあるんだけど、このガラクタ屋さんとかでこういうのをさ こういうのいっぱい買ってきてて、これ200円とかでさ売ってるの。 もうバーって並べられてて、おじちゃんが「好きなん持ってけ」言うて200円で売ってくれたやつが、こういうのがあったりとか、これも500円で買った100福っていうやつなんですけど、福のハンコのデザインが100個。 じゃーん、竹の水墨画ですね。この墨汁だけで描くイラストとかにハマってる。じゃあこれを iPad で描くにはどうしたらいいかとか、そういうのも教えたくて、デジタルとアナログの融合って感じがコンセプトでございますね。抹茶を立てます。抹茶を立てるときはここに置いて、こう縦長の楕円、こう。うわ、これ結構大変なんだね。手首めっちゃくるね。え？真上にくる感はい。じで。うま。うま。で、ゆっくり2周回ってあげると綺麗に。おお、すごい。チャンス。
シャッターチャンス、シャッターチャンス。あ、私が来て、来て来て来て。あ、かわいいかわいいかわいい、かわいい、かわいい、いい感じじゃない？結構細めやから、あの何個かもう決め打ちで、これぐらいで多分真ん中に、かわいい、素晴らしい。とりあえず一旦これで、今回の、まあ、お店というのかな、こういうサービスの名前をあやっていう名前にしたいなと思って、こうアミティ先生、名前がアミって言うんですけど、あやに水って書くのね。なんでそのあやを取ってスタジオあやっていう名前にしたいんだけれども、そのあやのロゴが真ん中に来るって感じ。あのインスタもやっぱ大事なんで、インスタでさ、やっぱ結構観光客の人来てくれるらしい。だからインスタ用の盾でございます。盾、盾大事。ほっ、あ、むずい。アミティが描いたアジサイです。百人一首花札でございます。百福、この二人がですね、カメラが得意ということで、キッズの新メンバーなんですけれども、大活躍。あ、かわいい。おーおお、あー、めっちゃ綺麗。そう、すごい。お疲れ様でございます。お疲れ様、ありがとうございました。かっこよすぎた、素晴らしい。はい、ということでですね、撮影は以上になります。めちゃくちゃ撮りましたね。多分 3,4 時間ぐらいちょっと撮影してたんですけども、はい、あのこれを使ってウェブサイトをこれから作ろうかなと思ってますので、まあ公開できるのが秋ぐらいかなには公開したいなと思ってるんですけど、はい、これがどんな感じになるかちょっと皆さん楽しみにしておいてください。はい、ということで以上です。バイバイ。